はいどうもー、霊夢だよーん。はいどうもー、マリサだぜー。機械の冒険戦は終わりましたか？終わりましたか？終わりました。アポストロスのデトリタス、終わりました。なんか名前インフンでるな。最初の方ちょっと負けたから、せっかくだから録画してみました。負けたからこんな紋章ゴリゴリついてるんだな。そうなんです。仕様がわかれば簡単でしたが、最初はちょっと苦戦しました。終わってる人もたくさんいると思いますが、あと10日で諦めてる人もいると思うので、この動画を見て、まだいけるじゃんと思っていただければ幸いです。そうだな。クエ自体はこれ見てもらえれば簡単に思えそうだな。水戸紋章はこんな感じだ。このクエは、出すのが一番大変だったからな。負けないように水戸紋章はしっかりつけたぜ。対策は大事ね。やってる人はわかると思うけど、このクエはエクストラ出すのが一番難しいからね。一戦一戦大事にしていきます。おお、綺麗なルートだな。はい、初手は一筆が気持ちいいので、なるべく等倍でいきます。実はね、負けるかもと思って録画し始めたんだけど、全然負けなかったのよね。もともと紋章とかつけないでやってたから、対策したら難易度が激変したのもあるわね。一回このステージで負けたもんな。ないと全然削りきれなくて負けたわね。それが紋章つけたら、削れる削れる。だいぶ楽になったわ。この靴は多すぎてあんまり慣れませんでした。さてボスだな。ボス戦まで行けば結構簡単だったわ。ただ、途中から時短のゲージ飛ばしを覚えたわ。どうやるんだ？レムちゃんの SS よ。単体で飛ぶのかはわからないけど、ギムレットの SS が弱点強化だから、その後に撃ったわ。なるほどな。ワンパンできると周回は楽になるな。そうなんです。道中はすぐ慣れると思うからここからはワンパンドロップラック。そのあたりをメインでお届けします。かしこまりだぜ。実際どのくらい時間かかったんだ？一週間くらいか？まあいいところだから少し待ちなさい。まずはギムレットの SS で弱点強化します。次にレムちゃんの SS で飛ばします。可愛い顔して恐ろしい威力です。この季節にクリスマスプレゼントです、か。細かいことは気にしないの。おお、恐ろしい威力だな。そうね、まずは無事一勝。さて、司法は発動せずですが、2倍を使ってるので13ドロ。次戦に移ります。さっきの質問なんだっけ？何日くらいで終わったんだ？1週間くらいか？ 3日です。え？最初の1回は覗いてだけど、この動画は3日間の動画です。ほう。こればっかりは申し訳ないんだけど、3赤有利すぎるわ。船も多く発進できるし、釣りもたくさんできる。4赤の人はもっと楽だと思うわ。確かにそうか。たくさんクエできた方が出会える確率も上がるもんな。そういうことです。途中オーブを少し割りましたが、本気を出せばそこまで時間かかりません。なので諦めるのはまだ早いです。アポストロスは使えるキャラ多いので、頑張って運極目指しましょう。珍しくいいこと言うじゃないか。失礼ね、いつも言ってます。こりゃ失礼しました。さて、今回も順調。今更だけど私の上の方に現在ラック数乗せてるからね。了解だぜ。さあ来ましたレムちゃん激しばきターン。
ブンブン殴ってるな、恐ろしい。さてこれで無事ワンパン。この時はまだ全然気づかなかったけど、実はボス1でもワンパンできました。それは最終戦でお見せします。オッケーオッケーだぜ。お、クリアボーナスももらえるんだな。美味しいわね。これでラック49。ほぼ折り返し。どんどん行きますよ。1手目も慣れたもんですわ。おお、やるじゃん。まあ私が慣れたらこんなもんですわ。さてボスまでは安定の早送りです。なので雑談します。現在絶賛モンドリ開催中ね。ああ、毎年夏のモンスト一大イベントだな。実は去年行ったのよ。めちゃくちゃ暑かったけど、楽しかったわ。YouTube 始めたばっかりだったから、記念動画も作成したわ。もう1年経ったのか。早いもんだな。概要欄に去年の動画貼っておくから、興味がある人は見てくれ。くれ。さて、ボスに来たわね。お肉コレムちゃんの3度目の SS。 副委員長も応援。このグッジョブ可愛いよな。無事クリア。ついに念願の司法発動。15ドロにて合計64になりました。そしてこの日は調子よくすぐに出現。さて初手です。得意の初手です。我ながらうまいです。よくできました。現在ラック64ということは、あと2、3戦か。そうね、うまく司法が発動すれば、でも期待しちゃダメね。まあ慣れてきたからサクサクいけそうだな。そういや、なんでヨウくん入れてるんだ？加速要因よ。転送壁入っちゃうけど、それを差し引いても使えるわ。加速パネル踏み切れなくても、友情の加速で安定する場面増えたわ。なるほどな。ギムレットもスピードあるし、この4人が安定メンツってわけか。そうね、ボス戦はこうやって飛ばせるから、安定したわ。安定して余裕出てグッジョブ連打してるな。どうせなら楽しくやりたいじゃない。さて今回は無事司法も発動してラックは84に。うまくいけばこれでラストよ。1手目も慣れたものですわ。あれ？ん？できてませんでしたよ。え？まあいいや。にしてもモグだったけど突破。3捨てはあっさり突破。ここで SS 溜まったので早めに打ってみることに。弱点2個あったんだな。
笑顔の鬼っ子 SS を、チカちゃんが応援。果たして飛ぶのか。おお、これボス1ワンパンできるなら、最初からやればよかったじゃん。黙りなさい。そんなこと私が一番思ってるわよ。今までの周回は何だったのか。ボス1にかけてきた時間は何だったのか。まあそんなに気にするなよ。してないから大丈夫。さて、残念ながら司法発動せず、ラス1になったんだけど、ここからなかなか遭遇できなかったわ。2000 years later. そして迎えたヘカトンケイル。ようやく出ました。ここで負けなければラストです。というより負ける気がしないのでラストです。やっぱり遭遇するまでが大変だなこのコンテンツは。その分期間も長いから、後回しにしちゃうのよね。動画を見ているぎくりとなったそこのあなた。まだ間に合いますので頑張りましょ。さて、最強安定の1手目。おお、ラストはちゃんと決めたな。当たり前でしょ、私を誰だと思ってるのよ。そりゃ失礼しました。さて、ラストバトルだから成長っぷりをご覧ください。あれ？なんかグダってないか？はい、結構危なかったです。残念ながら SS はまだたまらず。今更だけど、レムは即殺つけた方がいいかも。確かにそれならここで撃てるもんな。ただ、ギムレットの弱点効果アップがないとワンパンできないのかも。知ってる人いたら教えてください。ちょっと気になりました。さて、いよいよラストよ。要所要所早送りしてるけど、結局遭遇とか考えると結構な時間がかかるクエだったわ。だな。毎度ながら光の冒険戦は骨が折れるぜ。このコンテンツが好きって人もいるけど、大変って思う人も多そうだな。そうね、ただここでもらえるキャラは使えるのが多いからしっかりやることをおすすめするわ。途中でも話した通り、今回は3日間で一気に進めたわ。本気を出せばもっと早くできると思うから、ご自身の予定に合わせてなるべく終わらせましょう。だな、まだギリギリ間に合う期間だもんな。それじゃあ、最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。